関先生のお弟子さんで、まあ、関先生はどうなんですか、実際弟子たちから見て。それのおかげで来た仕事も。あ、そうなんですね。出ればほら、いいんですよ、学歴中たちが。国立だ、理系だ、感動の裏話があるって聞いたんですけど、ね、いい話じゃないですか。やっぱ素晴らしくです。そうでは始まりました、もちチャンネル。さあ今回はですね、岡崎先生においていただきました。はい、すごいいかついキャラですね。もうこれは本当に北斗の拳のやられるやつですよね、はい、バラッツでヒデブルってやられる、わかんないですね北斗の拳知らない、はい、そんないかつい岡崎先生なんですが、当時のね時合宿で一緒だったりして、はい、だから幻のね第1回目のゲスト、はい、初ゲストは岡崎先生なんですよね。前ここに座って話したの覚えてますよね。そうなんです、はい、あれあれ合宿の時に撮ったの覚えてますか。ああ確かに、あ、そっか、そっちですね。そう、一番最初のあれ、うんうんうん、完全にお蔵入りになったやつ。出なかったでしたっけあれ。当時のカメラがもう全然ボロボロすぎて、はい、西田先生と撮ったやつとかもあったんですけど、当時のですね、それも全然画像がダメだったっていうね、うん、なんか撮り直していいですかって聞いて。あ、そうだ、撮り直したんだ。撮り直したんですね。あ、そうですそうです、はい、懐かしいですね。そしてね、英語講師オーディションにも出ていただいて、はい、いやありがとうございます。本当はあれのおかげで来た仕事も。あ、そうなんですね、はい、いやよかったです。いろんな人、岩瀬とかもね仕事来たって言ってたんで、ね、うん、あら、みんな出ればいいんですよ、うん、ぜひ出場してみてください。次いつあるんですか。次もう言われてるそうか、プレッシャーまあでも女性がちょっと出てただけで、岡崎先生が出てたことを知らないって人もいるかもしれない、ね、決勝の方にはね、だんだんちっちゃくなる感じ でいたんですけどね、はい、そんな岡崎先生なんですけども、やっぱ岡崎先生といえばですね、関先生のお弟子さんでありますので、はい、本当直属と言っていい、直属と言って弟子って言っていいんですかね。はい、わかんない、多いって言われるかもしれないですけど弟子なんかいないわって言われるかもしれないですけど、習ってたわけじゃないですか、はいはい、それつけっぱでいいですか、ところで。あ、取りますなんたって習ってたわけですから。どうだったんですか、北九州予備校で習ってて。あ、そうですね、九州の方でございますので、はい、当時まだ関先生が北九州予備校に来られてる時に授業を1年間受けて合格したという感じで。九州大学何学部でしたっけ。理学部科学科ですね。もう学歴中たちが国立だ理系だ本当になるんですか。なるんです、はい、だからその科学が専門で英語講師ですからね、うん、すごい滅多にないんですけど、やっぱすごかったですか関先生の授業。いや、やっぱ圧倒的でしたね。他の先生の授業全然面白くなかったんですけど、関先生のやつはやっぱ面白かったですね、うん、はあ、監禁されてた状態から、ね、監禁されてましたけど、はい、ね、北九州予備校私も一回見てみたいんで、うん、仕事あったら言ってください講習だけとかやらせてくれないですかね、うん、待ってます。いや多分めっちゃ楽しいと思います。なんか言うんですよみんな、やっぱかつての予備校味わいたいんだったら北九州予備校だって言われるんで、うん、自分自身ちょっと講習だけって他の塾でとかってやったりもしてるんで、あんまり公にまだ言ってないですけど、うん、そういうのとかもやってたりとか。そう、ここでサナル予備校の話したら、サナル予備校からお仕事が来ましたんで、うん、すごいですね YouTube ってやっぱりすごいですこんなんやっぱ今までなかったようなことがボンボン起こるっていう。北九州予備校ずっと大学卒業して以来、はい、採用試験受け続けたんですけど、はい、あ、そうだ、え、教えてたんですよね、はい、いや北九州予備校は受かってないです。受かってないんですね。へえ、やっぱキャラが合わないのかな。あ、なんかそういう熱い系じゃないので。あ、なるほど、分かんないですけど、そういうのもあったりしちゃうんですね。まあ教え子だから教えさせてくれてもいい気がするんですけどね。そんな関先生のはどうだったんですか。まず普通に浪人のクラスに入って、はい、で午前中は普通に決められた授業があって、はい、でも文法とかセンターの授業があって、はい、でまあ、それ週1回ですか、週2回、まあ、水曜日に来られてたような気が、はいはいはい、あれ違うなまあそれ関係ないですけど水曜日は僕が嫌いな先生がいて水曜日だけ僕休んでた。ああ、なるほど火曜とかだったんですね、はいはい、で関先生受けて、で午後にまた、はい、午後に当時は選択で好きな授業を受けられる、おいおいおい、で取りたいやつを取れるので、うん、関先生の授業にみんなこう殺到するという感じでしたね。どんな授業だったんですか。英文評解という授業があって、はいはい、氷が
溶ける。え、それ関先生がつけた名前なんですか？そうですね。ああ、なるほど。うん、英文評価シリーズで、まあ、前置詞の授業があったり、はい、まあ、文法もあって、うん、長文もあって、うん、で英作文が最後にあるような形で、はいはい、最初の1学期に前置詞の授業があるんですね、うん、それがもう感動して、前置詞だけで13コマみたいな授業って普通受けたことなかったので、はい、感動して。そうですね、当時の永田先生ぐらいですね、うん、関先生のお師匠さん、はい、そういうのもあったんですね、うん、講習とかもね、だってすぐ締め切ってね、うん、ズバーンってなるっていうのは ね聞いてましたからね。どうでした？やっぱすごかったですか？もう講習殺到ですか？講習殺到ですし、関先生の授業が次にある日は徹夜しても大丈夫っていうルールを作って、で寝ないで行っても眠くならないので、ほうほうほう、面白かったですね。超信者じゃないですか？超信者だったんです。整理券とかも、整理券もですね、その整理券も配られて、うん、並んでもらいに行くんですけど、うん、なんかたまにランダムの時があったりして、でその時はこう前の方の番号持ってる友達に頼んで交換してもらったり、すごい、してました。カード出すじゃないですか？カード出す、ね、前ですね。誰も知らないでしょ。片っぽにでもプラスはないわ。そういう状況だったんですね。ですね。そこで魅了されたわけですね、うん、じゃあ英語講師になろうと思ったわけですね。そうですね、だからきっかけになって。でどうやってでも再開するんですか？その北九州予備校を、まあ、卒業して九大入って関先生とまたその接点 T、うん、接点になるのはどうやってなんですか？大学卒業して一応僕大学に入ってすぐこう教える仕事を始めて、はいはい、関先生が教える人向けにセミナーをされてたり、あとは講師オーディション、あ、そうですね、関先生がやってた、主催してる、あ、接点 T じゃないですか？T1 グランプリじゃないですか？T1 グランプリ、はい、T1 グランプリやってましたもんね。でそこに参加したり、そのまあいろんなセミナーに参加する中で認識していただいていた感じで、うん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 、そうですね、 T1 グランプリもね、時田先生、はい、時田先生とか武藤先生、そう、武藤先生優勝してね、と、あ、そうです、うん、2人とも東進のね、うんうん、合宿で、そうだ、時田先生と同じだったので、そうですね、宿舎3人で楽しかったですね、うん、とかあと斉藤先生とかも出てたんですよね、はい、うん、その斉藤先生、岡崎先生、僕でね、また新たなプロジェクトがこれから始まっていきます。はい、お楽しみに。みんなすごくなりましたね。本とかもバンバン出してるし、みんな。本当ですね。T1 グランプリから。グランプリから。ね、英語講習オーディションもね、同じようにね、今、はい、なってくれれば、皆さんにいろんなね、仕事行ってますから。はい、本当そうですよね。なんか、上田先生も仕事が入ってきて、おっしゃってましたし、岩瀬もですし、僕も研修とか、はい、あとまあ本とか。だから、本当もったいないですよ、皆さん。なんで、くすぶって文句ばっかり言ってないで、出てくればいいのに。絶対出た方がいい。いいです、はい、ぜひぜひ、もう来月くらい開催、来月早っ。T は特ワングランプリです。特で特です。で本も一緒に書く、そうですね、本も一緒に書いて、で本は確か社会人になったとこう教え出した後にセミナーがあったんですよね、はいはい、それまた参加してで帰ってきて、でそのツイッターか何かで僕が関先生に頑張ります精進しますみたいな感じで送ったら、はいはい、企画書を5本持ってこいっていう風に指令をいただいて、はいはいはい、で一回そこ僕くじけたんですけど、くじけたんかい。一回くじけたんですけど、でちょっと時間が経ってからなんですけど、はい、持って行って、で多分それが初めて東進の合宿に行った時くらいだったと思うんですけど、その足で東進の合宿に行った時、うんうんうん、で持って行って、でそれがその理系英語長文のスペクトルの本の企画書、おーすごい、それが通って、はい、まあ通して、うん、いやでもそこになんかね、はい、感動の裏話があるって聞いたんですけど、そうですね、これは言っていいかわからないんですけど、はい、一応僕がその英語講師として働き始めた時に、大学卒業する時に関先生が事務所に誘っていただいてて、はい、で事務所に誘っていただいた時ちょうど僕の母があの病気でちょっと離れられなかったので、はいはいはい、その時はお断りしたんですけど、うん、いけませんっていうふうに、うん、それから関先生がそのことを覚えててくださって、うんうん、 できるだけ早く僕に出版を経験させたい、うんうん、まあ、多分母も喜んでくれることを考えて出版を経験させたいっていうので企画書っていう感じだったの、うん、あら、いい話じゃないですか。やっぱ素晴らしいですね。そんな関先生はどうなんですか、実際弟子たちから見て。弟子たちっていうとあれなんですけど、言っていいのかよく分からないですけど僕は怖いです。未だに緊張します、ね、緊張するんですね。全然ね、時田先生とかはやっぱね直で習ってないから、うんうん、そんなになんか緊張しないらしいですけど、うんうんうん、
ぱり人によって緊張する人もいるわけですね、やっぱり。うん、いや、しますね。で、これからどうですか、また仕事を一緒にやっていくとかあるんですか。あ、特には、うん、特にはないです。いや、ないです。特にはないです。なんかまあ、声かけていただけたらわからないですけど。うん、珍しいですかね、理系の講師っていうのは。うん、なかなかいないの で、ね、うん、やっぱり英語の講師になる人、文系の人が多いんで、うん、まあ、これからもね、私の、まあ、ユーテラの授業チャンネルでもね、はい、背景知識講座とか出てもらってもいいし、で、はい、ぜひどんどんね、活躍してもらえればいいんじゃないかと思いますね。はい、そうです、角川のね、黄色本もね、はい、絶版になっちゃいましたけど、最初は岡崎先生に理系のやつね、どうせ理工をお願いしたいって言ってたんですけど、その時にもう別の方が見つかっちゃってて、うん、で、教育でしたね。はい、教育書きましたね。うん、教育もね、理系の話出るんで、ね、そうですね、ぜひこれからの期待のホープですか。期待のホープですね。頑張ります。じゃあ関先生は、岡崎先生は怖かったと。怖い。でもまあ、やっぱカリスマでずっとっていうことですね。もう最近優しいと思う。あ、そうなんですね。なんかこう不正を感じるというか、おうおうおう、講師オーディション出た時にこう好評いただいて、はい、あ、そうですね、それのお礼のメールをしたんですけど、はい、まあ楽しそうで良かったんじゃないかって気がした。もうね、関先生も予備校講師ではないですからね、うん、自分で言ってます。枠ではないです。予備校でね、戦っていく必要もはないですからね、うん、そういうとこじゃない、もう別次元の方ですからね、うん、やっぱりもうカリスマ、超カリスマ、超カリスマですね。ってことなんですね。はい、今でもですね。今でも、弟子たちからすると、うん、超カリスマであると、はい、いうことでした。はい。ぜひですね、岡崎先生のチャンネルも概要欄貼ってありますので、はい、ぜひ見てみてください。そこでは多分、モヒカンマスクではないと思いますけども。モヒカンマスクじゃなくて、帽子かぶってますね。そうです。モヒカンマスク、めんどくさいんですよ。これ、どうなってるか分かります？え、なんかすごい大変なのかな。ケタボって言って、はい、なんか和服着るときに女の人がつけるみたいな玉が入ってるんですよ。はい、あ、そうなんですね。そうやってやって、え、意味わからないでしょ。なるほど、こういう玉が入ってるんですよ。すげえ、そんな風になってたんですね。本当は肩まであって、はいはいはい、結構結んでぐるぐる巻いて、であるっていう、まあ、入れてなくてもいいんですけど、はい、なんか衝撃、いらんいらんらけボール、いらん、ヒカキンが炎上したやつ。炎上した。ヒカキン系メルカリで打って炎上したことあります。髪の毛も。そう。はい、なんて話をしてるんですか、関先生の時に。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。